さあ、じゃあ、えー、次行こうな Lecture、えー、6形容詞ね、アジキュティブっていうねえー、形容詞って何だいそっから行こうな、こっからの形容詞って何だい、そこの君分かるかい形容詞は名詞を修飾する、それだけあら、ね、君はいまず 形容詞って言うとだいたいみんなね名詞を修飾する合ってんだよはい名詞を修飾するあれ修修はいね えまあ名詞就職するんだからペケペケな名詞ね綺麗なお嬢さんねえ頭のいい先生ねかっこいいおじさんとかね色々ありますお金持ちのパパとかねいろありますけどそういうに名詞どんな名詞かわかんないでただ名詞ねパパっつったってどんなパパだか分かりますいろんなパパがいます。ででここんなパパだよってていううにですねこう就職して わかりやすくしてあげるわけですね。なのでこういうのを何用法かというとですねこう名称限定するわけである程度ねはいなので、えー、限定用法とあれなんか途切れ途切れになっちゃうのちちゃんと書きましょうねよしえーと限「限定」あれな何でこれ出ないんだろうちょっと待ってこうよし。 よしね限定用法と言います OK ーーはいでここまでは大体みんなできるもう一個形容詞と言ったらそこの君何ですかもう一個働きは分かった SVC SVC はい そうねはい今ね、えー、SVC というと非常に難しい専門用語が飛び,ました飛び出しましたねまあ SVC ねまあこれはまだみんな分かんなくていいですまだね、あのー、本格的にこれから勉強始めるんでねこの C で保護って呼ばれる保護って何ってまあいいやそんなのはね、あのー、まあ音だけ覚えておいて保護になるってやつね、はい、保護になる 保護になるで保護になるって何か例えばあのー、今度は名刺就職しないです例えば「綺麗なお嬢さん」ってあったら今度はあのー、名刺は就職しないで「お嬢さんは綺麗です」っていうふうにお嬢さんの様子を表すわけです。ねでまあ、汚いお嬢さんがいたとしたらですね「えー、汚いお嬢さん」っていう,うにこれは名刺就職してるパターンですけど今度は「お嬢さんは汚い」ねっ。 口をつけてお嬢さんはベリー汚いとねいうふうにお嬢さんの主語の様子をこう説明するわけですねそういうのを「保護になる」っていうね、えー、用法なんですけどこれも専門用語がありまして、はい、何用法でさっき限定用法だったね名刺はねはい保護になるっていうのは何用法はいそこの君!ジジ「成熟」言いにくいね「成熟」 用法というのがある、okay? はい、でまあ次これからだんだん具体的にやっておくけど主語の様子を示す時もあるけどもう一個ねあの目的語ね目的語の様子を示すっていうのもありますまあこれはやっていくうちにだんだんわかるからねまあとりあえずあの名詞を修飾しない形容詞ってことです。ねえー、叙述用法 Okay? はいじゃあね、えー、と具体的に見ていきましょうねはいじゃあまずえっ、ー、と限定用法ねはいえー、これはまあ普通にね 名刺を就職する。たあの分かりやすいんでビューティフルでずっとやっていきましょうか。ビューティフル、ビューティフル。フル美しい女性と、ね、いうのがあります。ここうにうね、名刺を就職しているよってやつですね。はい。こういうのが限定用法と呼ばれるやつです。 ね、簡単でしょこれだけなんだよ、ね、名形容詞って何言ったら名詞を修飾するってことだなはいじゃあ次さっき言った「叙述用法」はい主語の様子を示すやつね様子を表すやつねはいこんなのがあるねえー、ちゃんと書きましょうね「叙述用法」ですねはい はい、じゃあまずこれで一、えー、つ目集語ね説明するパターンねはい彼女ははい主語ですね「シーズはいどんな様子ですかビューティフルです」はいこれどこに来るねほら別にビューティフルに名詞就職してないでしょ 主食しとったって周りに名刺がないんだからし,しようがない、ね、主語の様子を説明してるでまあ,あ今後やってきますがここのところ保護、ね、でこれは VSVC ね超超有名なね第1第2第2文系かねっはいっていうやつです OK ですかはいじゃあもうちょっとこれは「い B 同士はまあ保護を取るねえー、わけですけど 別に「became」<laughs> なんていう動詞、はい、この動詞が来てもいいね彼女は美しくなりましたなんていうふうにね、えー、それぞれこの動詞によってここにね形容詞が来るか来ないかなんていうのもねだんだんこれから覚えていけばいいわけだまあこういうパターンでね主語の様子を示している形容詞、ね、これが、えー、序述用法でありましてもう一個あるね今度は目的語だね よし目的語の様子を表すやつだな目的語を説明してくれるわけだなはいまああの有名なところを見ていくとよいしょえー、っとしじゃあ「愛」にしようかな「愛」「メイド・ハ はい、私彼女を作っちゃったね。S があって V があって、王だよね。はい、で今度ははいさっきはね、さっきは主語だったけど、今度は目的もこの部分ね、この部分の様子を示すんだよ。意外？私の様子じゃないかんね。この目的語の様子。ここのとこがだんだんみんなね長文読んでたりして、こういうのがだんだん長くなってくると、どの部分のことを言ってんのかがわからなくなっちゃうからね。 えこういう基本的な簡単なところでまずつまずかないようにこっからちょっと差がつくとこだと思うからねそこの日々頑張ってくれよ絶対にここは見逃さないでくれはい「I made her 私は彼女を作りましたはい彼女目的語だよ目的の彼女がどんな様子なのはい彼女を美しくしたんですね目的語である 彼女をイコールここの様子美しい様子にした美しい状態にしましたいいよっていうことだねはいオッケーですかどうやって美しくしたのかね興味がありますけどねえー、まあその方法は人それぞれですからいろいろ考えてくださいあんなことこんなことねわあいろいろありますけど、ね、まあとにかく私は彼女を作ったどんな風に作ったのビューティフルに作ったっていうことで、はい私が ビューティフルじゃんこれ本当間違えるから、ね、みんな長文読んでるとね私がビューティフルなんじゃないんだよこの場合は彼女をビューティフルにしただからほらよくね保護は目的ごとイコールですっていうのはね話が後でまた出てくるんだけどここがイコールねはいこれが多分ねこれからみんなを悩ませて悩ませてしまうね一番難しいとこだと思うね えー、目的語の様子を表している形容詞というのをしっかり押さえておくといいと思いますはいじゃあちょっと復習ね、えー、とまず名詞を修飾するこれは簡単なただ名詞の前にボコンと置いとけばいいからな、えー、名詞を修飾する形容詞これは限定用法って言いますねはいそれから今度は、えー、限定名詞は修飾しないっていうパターンになると常通用法っていうことになるねそれには2つありまして1つは主語の様子を教えてくれるよね 「she is beautiful」という主語がイコール beautiful と、ね、いうそういうパターンと、はい、もう一個叙述用法には目的語を説明する目的語の様子を教えてくれる、えー、使い方がありましてはいメイドハははーハそれがはイコール目的語イコール beautiful なんだ、ね、私は彼女を美しくしましたってな感じですねはいじゃあこのぐらいにしておきましょうかね頑張っていこうねはい終わり